こんにちは、耳鼻科専門鍼灸師のガク先生です。今日の動画は風邪と喉の痛みを最速で治す方法をご紹介していこうかなと思います。風邪をひいてですね、なかなか熱も引かずに喉の痛みも引かずに、まさに今苦しんでますよっていう方もそうだし、日頃風邪ひきやすいよっていう方はですね、ぜひともご覧いただければなと思います。今できる対処法と、あとはそれらを予防していくもの、それぞれねお伝えしていこうかなと思ってますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。まず最初にはですね、皆さん今風邪ひいてる最中かもしれません。見てる方、喉痛いよ、熱出てるよ、だるいよ、頭痛いよっていう方が結構多いかもしれません。そういった方のためにまず最初にやってほしいこと、それはやっぱりね、喉の痛みを取りながら自分の免疫力を上げていただくっていうことをやってほしいなと思うんですよね。やはり風邪をひいてる状態っていうのは今の自分の免疫力と戦ってる状態なんですね。で、なるべく自分の免疫力を最大限スーパーサイヤ人ぐらいまで発揮するぞ、何倍にも発揮するぞと思って熱が上がってるんですよ。で、この熱が上がってる状態っていうのはある種免疫力が一時的にぐんと高まっている、戦ってる状態ですよっていうことになります。それによって病気に打ち勝とうとしているんですね。逆に言うと、皆さんが普段飲んでるお薬ってどんな効果かっていうと、病原菌の戦闘力を落としてあげる、そんなような役割があるんです。なのであくまで病気を治すのは皆さんの免疫力になってきますので、これを高めていくってことが一番の近道になってきます。そこで今日ご紹介する一つ目っていうのは顎釈迦という方法になるんですが、これは喉の痛みを取りつつたくさんの唾液を出し免疫力を上げていく、そんなお得な方法になっております。では早速やっていきましょうか。まずね、この顎の角張ったところありますね、ここ角張ったところですね、そこに中指を置いていただいて、薬指人差し指は横に添えます。反対も同じように中指を置いて薬指人差し指を添えます。これ寝ながらもできますからね。この状態で上下にシャカ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 ってやってあげるんです。ちょっとね、痛気持ちいい感じがあると思うんですよ、ここやると。それ正解です。痛気持ちいい感じが、こういった形でシャカ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 やっていただくと、だんだんとね、唾液出てくるの分かると思います。じわーっと、でこの唾液が出れば出るほど免疫力っていうのは上がっていくっていうふうに言われているんですね。でプラスここ顎のところをね、こうやってほぐしてあげると喉の痛みがね、ちょっとずつ楽になっていくのが分かると思います。でもちろんね、風邪の時の喉の痛みっていうのはいろんなパターンがあるんですね。他にもパターンがあります。なのでこの顎釈迦で取れないパターンもあるので、それらはですね、うちの他の動画でですね、喉の痛みの取り方をご紹介しているので、こちらを合わせてやっていただくと網羅できてくるんじゃないかなと思います。まずは今熱があって風邪ひいててっていう場合には、こういった形で顎釈迦をやって喉の痛みを取りつつ唾液を出して免疫力を上げること、それが一番大事かなと思います。これが一つ目の顎釈迦でした。そして次はですね、2つ目としては冷えピタで喉を冷やすということなんですね。皆さん大体ですね、冷えピタどこに貼りますかね。風邪ひいた時おでこに貼りますよね。おでこに貼っていただいてもいいんです、いいんです。ただ今ある喉の痛みとか、それこそ熱を引かせたいな、そして少しでも体を楽にしたいなという場合は、おでこよりももっと最適な場所があります。それは喉なんですね。やはり熱が出ている時っていうのは熱そのものをね、ちょっと抑えてあげる必要があります。なのでここの喉自体に炎症が起きている場合が多いので、この喉を冷やすということをやっていただくと、結構ですね、喉の痛みも消えやすくなってきますので、冷えピタもし貼るのであれば、この喉に貼るということをおすすめしてますので、ぜひこちらもやってみてください。そして最後にですね、3つ目として免疫力を上げるためにビタミン D をたくさん取ってくださいということになります。でこのビタミン D っていうのはね、皆さんもしかしたら聞いたことあるかもしれないんですが、食べ物で取るのって結構難しいんです。かなり難しい。でじゃあ何から摂取するかっていうと、皆さん知ってる方もいるんですが、太陽の光を浴びることによってビタミン D が生成されるというふうに言われてるんです。でもなかなか実際ですね、太陽の光を浴びてるだけだと必要量が足りなかったりとか、もしくは弱っている時に太陽の光を浴びるってことはなかなか難しいですよね。そうなった時にビタミン D のサプリをね、取っていただくっていうのが非常にいいんじゃないかなと思います。もっと細かく言うとビタミン D3 で OK です。ビタミン D3、 こちらが一般的になるので、ビタミン D ってね、いくつもあるんですよ、7とか8とか9とかいろいろあるんですが、ビタミン D3 という形で売っているものがありますので、そちらをですね、まあ Amazon とかそういったもので購入していただいて毎日飲んでいただくのもそうですし、風邪とかひいた時はいつもより多めに飲んでいただく、そういったことによって早く治ってきますので、このビタミン D ですね、
で、このビタミン D って他にもすごくいい作用があって、例えば骨粗鬆症を予防してくれるだったりとか、あとはですね、うつ病の治療にも使われたりします。よくね、うつ病の方っていうのは太陽に浴びる機会が少ないよっていうふうに言われたりするんですね。その背景には太陽に浴びないことによってビタミン D が生成されずにうつ病になりやすいっていうふうな解釈なんですね。なのでビタミン D をしっかりとサプリで体の中に入れていただくことによってうつ病対策にもなってきますので、こちらもですね、ビタミン D はね、なかなか取らないっていうのはね、もったいないです。絶対に取ってほしいサプリの一つなので、ビタミン D ぜひとも飲んでいただければなと思います。でちょっと余談なんですが、今ね、インフルエンザがすごく流行ってる時期でもあります。それこそいつかかってもおかしくないような状態です。僕もね、10月にとんでもないインフルエンザかかりました。40度が2日間出たっていうのがありました。そんな中でですね、皆さんにちょっと注意してほしいことっていうのがあったので、ちょっと余談で話しておくと、インフルエンザの時に熱つらいからと言って病院行くじゃないですか。でお薬もらえるじゃないですか、解熱剤とか。でその解熱剤を飲むのはもちろんそれ飲んでほしいんですけども、よくねちょっと間違ったことをする方がいて、例えばもっと全然効かないから、お医者さんでもらったら効かないからロキソニン飲もうとか、家にある解熱鎮痛剤飲もうっていうのだったりとかっていうことが結構あるんですよね。でそれってめちゃくちゃ危ないんですよ。でもっと言うと、インフルエンザかもしれないなと思いつつ、お医者さんでは診断されていない、お医者さんに行っていないけども実はインフルエンザだったみたいなパターンの人、一応熱がちょっとあるから解熱鎮痛剤飲もうと言ってロキソニンとかイーブとかそういったものを安易に飲んでしまうと、これねかなり危険なんですね。普通の風邪とかだったらそういったものをロキソニンとか飲んで大丈夫なんですが、インフルエンザの場合ですとそういったロキソニンとか飲んでしまうとですね、まあ、もっと細かく言うとイブプロフェン由来の解熱鎮痛剤を飲んでしまうとインフルエンザ脳炎とか肝機能の障害を起こしたりとか、そういったリスクが非常に高いです。なのでもし解熱剤を飲むのであれば、特に今の時期インフルエンザが流行ってる時期、熱が出てます、インフルエンザの可能性が 1% でもあるのであれば、僕はアセトアミノフェンのみが配合されている解熱鎮痛剤を飲むことを強くお勧めいたします。もう一度言いますよ、アセトアミノフェンのみのやつです。これはドラッグストアに行っていただければ、アセトアミノフェンのお薬くださいと言えば出してくれます。結構ね種類が少ないので、そのドラッグストアさんにあるかはちょっと分かんないんですが、このアセトアミノフェンのみのやつです。そういったものですとインフルエンザの時に飲んでもそういったリスクがほとんどないので安心ですので、そういったものをぜひ選んでいただければなと思ってます。僕もインフルエンザにかかった時にいろいろ調べたりとかしてすごく勉強になったので、皆さんにシェアしようかなと思ってちょっと余談としてお話ししました。今日はですね、風邪ひいて熱が出て、喉が痛いときどうやって最速で治していくのっていう方法をですね、3つお伝えしていきました。顎シャカっていう唾液出したりとか、喉の痛みを取る方法、あとは喉自体に冷えピタを貼ってくださいね、おでこではなくて喉に貼ってくださいね、あとは免疫力そのものを上げてくれるビタミン D を取りましょう、そういったところをお伝えしていきましたので、ぜひね皆さん実践してみてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。